で私自身その遺跡はロマンというような見方、それなりにあの影響を受けていたところがありまして、先ほどご紹介いただいた通り、あの、まあ、北海道大学にいたんですが、実はまあ中国文学というのが専門でして、ですけども、まあ、非常に多いわけですね、中国というのは専門家が。で大学院に進んで、まあ、研究者の道を目指したいと思ったんですが、なかなかその誰もやってない新しいことを見つけるのはきっと難しいだろうということで、何か他にあの同じ、まあ、アジアに興味があるというのは、まあ、以前からそうだったんですけども、他に何かないかなという中で、あのカンボジアというものに興味を持つようになったわけです。で一つのきっかけはやはりその、 あの遺跡でして、いくつか写真でご覧いただくと、そのまあもともと文学を専攻してたもんですから、まあ、アンコールワットにもこの壁にあのぐるっと回廊ですね、廊下の壁に彫刻が彫ってあって、特にそのインドから伝わったラーマーヤナという話のこういう、レリーフですね、浮き彫りのすごいのがあるということで、まずちょっと、写真見にくいですが、あの話としてはそのお姫様がさらわれたので猿の軍隊と一緒にあの戦って助けに行くというような話で、右の方に、猿にまたがるその主人公のラーマ王子というのが見えると思いますが、まあ、こうしたものがあると。でそれからですね、これは、入海各藩と呼びますが、そのなんて言うんでしょうかね、海の中にこう山を据えつけて、そこに蛇を巻きつけて、こう神様 と、敵方のアシュラがあの協力して綱引きをすると、中から不老不死の薬が生まれてくるというような、そのインド神話ですね、これもね、まあ、でこれが、200メートルぐらい続くんですかね、この真ん中に山がちょっと ありますが、でこうしたものが、あると。でこれはまあ写真集見れば、実際にまだ行くことのできなかった頃からあの見ることができると、でイメージだけは膨らましていたわけです。でそれと同時にですね、ちょうどその頃というのは、日本の新聞でもかなりカンボジアの話題が出てた時期でした。今から、ちょうど20年ぐらい前なんですが、それより前というのは、この1ページ目の1の2番に書いた通り、カンボジアっていうのはその20年以上にわたって内戦が続き、でその間に4年間あのポルポト政権ですね、町から人間を全部追い出して全員無理やり農民にしてと。でその結果当時のカンボジアの人口700万か800万ぐらいと言われてますが、最近の研究だと170万人ぐらい亡くなっているという時代も含めて、あの国を閉じてて入れないわけですね。ですから研究したいと思っても誰も行くことができないと。でそういう時代でした。ところがその私自身が学生の頃、ちょうどその今から20年ぐらい前に、まずそのもう戦争はやめようということで、パリ和平協定というのが結ばれます。で、まあ、カンボジアの人たち自身辞めたいというのもあるし、その当時 その冷戦の終結というようなあの国際状況の変化もあって、ようやく平和が訪れそうだと。でまずそれが一つですね、ここでまあ日本の外務省は点数を稼いだと思ってるわけですが、この和平に関して。でさらに翌年にその国連が軍隊を送って、でその国連の管理下で選挙をやりましょうということになったときに、あの今ではもう自衛隊が海外行くのは当たり前ですが、あの覚えておられるかと思います、この時が初めてでした、自衛隊を海外に出すのが。ですから非常にそのけんけんがくがくの議論が国会でもありまして、果たして自衛隊を海外に出していいのかいけないのかと。でですからそのカンボジアに関する話題というのがとにかく新聞の一面に何度も載るという時代でしたね。で結果的に自衛隊は行きます。で自衛隊は無事帰ってきたんですが、他にあの警察官で選挙監視に行った方1名と、それから、民間 あの NGO やなんかで選挙監視に行った方1名、2人日本人がまたこの選挙の時にポルポト派に襲われて亡くなっていると。でそれもまた当然新聞に載るということです。ですからまああのまだまだ危険ではあるけれども、何年かしたらいけるかもしれないと、で研究もできるかもしれないというふうにちょうど学生の頃に思えたわけですね。で、93年に実際にその選挙が行われて、一応とにかく平和になったというところで、では大学院に進んで、あのこの先もちょっとカンボジアを専門にしてみようというのがきっかけでした。ですがまだこの段階では現地には行くことはできていません。
なのでこうした写真を見てイメージを膨らませるということしかないわけです。 では実際に行くことができたのがいつかというと、一度大学院これ受験に失敗してるんですが、当時だとですね、もう日本で、カンボジアに行きたい、カンボジアのことを研究したいということであれば、東京の上智大学以外ほとんど選択肢はないという時代でした。というのは、先ほどそのカンボジアには行けないと言ったんですが、方法はあったんです、実は。日本からですと、タイのバンコクに飛び、飛行機で、そこからベトナムのホーチミン市にまた飛び、で、ベトナムとカンボジアは国交があるので、そこのカンボジア大使館でビザを取って陸路で入るということで、上智大学はその日本とカンボジアがまだ国交のない時代、1980年代からこの遺跡の調査だということで、何人かのグループを送っていったわけですね。ですからそこにうまく入り込むと、いけるかもしれないと、早い時期に。で、この調査団の団長の先生を紹介していただいて、で、大学院1回落ちて、その調査団の何て言うんでしょう、下働きのようなアルバイトをしていたので連れてってもらえるということになったわけです。でそれが94年の8月でした。でですね、この写真はもう、2000年なのでまた随分後ですが、まあ、今でも実際にこれアンコールワットの入り口の道ですね、ここを上智が修復しています。右側は平らになっているのは昔フランスが、5、60年前にやったので平らになっているんですが、左側はガタガタなのでこれを平らにしましょうということで作業を進めています。でこれの元のになるような、調査ですね。で94年に行きました。ところがですね、この94年の8月というのはこうしてその上智の隊、これはちょっとまた別の話ですかね、上智の隊がまた常に、年に2回ぐらいは行ってるというのの他に、この2行目に書いた JSA というグループですね、これはその日本の外務省がお金を出して、で誰かやらないかと、最初は上智もこの下でやりなさいと言ってきたんですが、嫌だということで、我々の方が先にやってるんだと、で理念もあると。で結果的に喧嘩別れに終わって、で早稲田の理工学部の建築の先生にその外務省が声をかけて別の隊が行くようになると。でその後も続いています。上智もこうして作業を続けているし、後ほど写真をご覧いただきますが、この JSA という早稲田中心の隊も現地で作業をずっと続けていると。でどっちかというとあちらの方がお金があるわけですね、税金使えますから。上智は数千万円というぐらいの単位でこれをやってますが、向こうはゼロが1つか2つ多いので年間2億使えますから、税金からはい、向こうの方が仕事ははかどるんですけども、ともかくもそうした形で日本から2つの単位が行き、かつ当然仲が悪いわけですね。で特にその団長や副団長という上の方の先生たちは仲が悪いので、初めて行った私のその仕事っていうのは雑用係ですから、例えば食事の予約で、当時今でこそもうレストランやもう飲み屋さんだらけですが、この近くのシェムリアップという町は、当時はですね、まあホテルについてるレストランぐらいしかなくて、まあ街中でせいぜい5、6軒ですね、そんな日本人が10人20人行って食べられるような場所は。で我々以外にそうした日本人の団体さんがいるとしたら、それまだ当時観光客なんて誰もいませんから、それはきっと早稲田隊に違いないと。だからその店で食事の予約をしてはいけませんと上の方から仰せつかってたんですけども、なんかあまりにバカバカしい話なので、こんなところまで行って日本人が喧嘩してるというのはもうどうでもいいと、食べたいものを食べようと言って予約してたら一度勝ち合ってしまいまして、かなり大きな店の端と端に日本人のグループが座って会話もないというおかしな風景が生まれたりですね。まあしかし、何をやってるんだろうなということだったわけですね。まず日本人自身がそうした風になってしまった現地で、でさらに、当時からもうまずここはフランスの植民地だったので、フランスはかなり早い時期からまた帰ってきて修復を進めてますし、アメリカの隊が入ってくる、それから後にイタリアだとか、ルーマニア、それから中国、インドネシアと各国がこう争うように、うちがここを直すと、まあ、その国際会議があって調整はするんですが、やはりその目立つところを直したいということをやるわけです。でそうするとですね、先ほどの、2000年頃だったかと思いますが、上智が直している脇で別の箇所が壊れました。
先ほどの橋みたいなのはお堀にかかってるんですが、まあ、下はドマンジュのようになってるので実際には、まあ、つながってないですけども、まあ、一応お堀ですね、アンコールワットのお堀の、その周りの壁が壊れたわけですね。壊してる脇で、あ、ごめんなさい、直してる脇で別の箇所が壊れると。でまあ、こういうのを見るともうこの段階ではもうそのあまりにも政治的なので実際に保存修復というようなことに関わるよりはむしろもうちょっと冷めた目でそれ自体を研究したいというふうに変わっていたので、まあ、自分自身はもう客観的というか離れた立場でこれを見てるんですけども、やはりそのこれは本当に直すべき箇所を直しているのかと、いうことですよね。だから壊れるから直さなきゃいけないというのは分かるんですが、どこが壊れるのかというのを本当にみんなで仲良く調査をしてやるというような体制になっていない。でここはですねイタリアが結局直しました。で2006年に行った時、上智は上智でこの道を平らにすると、橋を平らにするというのはかなり仕事が進んでいたんですが、一方で先ほどの壊れた箇所はイタリア隊が直していた。ところがその上智の関係者に話を聞くとまたですね、中は土なんですね、土か砂 でそれをちゃんと突き固めてないからまた壊れるぞとかってまた悪口を言っていてですねまあ相変わらずだなということですね。で今年の6月かなんかにまたちらっと見に行った時にはまだ壊れてませんでしたが、そうした形でまずその日本だけでも2つの隊が入り喧嘩をし、そしていろんな外国とまた言い争いをし、そしてそれにカンボジア側も絡んでくるわけですね。というのは先ほど言ったように日本円でも何億円というのが年間動くわけですから、このこうしたその遺跡の保存修復だとかこの地域の、あるいはその後の観光開発だとかそうしたことに関わるというのは当然利権を生むわけで、ですからその現地の政治家だとか役人にとってこれはその非常にまあ言い方悪いですけど身入りの大きい商売であるということになります。で実際その私が初めて行った時も、2人これに関わっている有力な大臣がいてまた仲が悪いと、でそれぞれ視察に来るんですが時期をずらしてくるというようなことをやっていてですね、まあなんともこれはそのロマンだとかそうしたものとは全然かけ離れたまあ一言で言えば政治であると、うん、これは政治の場なんだというのがまず第一印象だったわけです。ですが、その後上智の大学院に入ってよしこれをすぐに研究テーマにするぞというふうにはなかなかならないわけですね。というのはその自分の指導教員になってもらった先生自身がこの調査団の上智隊の団長ですから、今ここで何が起きてるかっていうその政治の話はちょっと書きにくいと、やはりその客観的に書けないですし、あるいは、書くということはつまり上智がやってることも批判するという意味ですから、今現在のことはなかなか言いにくい。ですが批判的には見ています。でその一方で、まあ、少しは古い時代だったらギリギリセーフかもしれないということで、じゃあいつ頃からそんな風になったのか、もともとここはそんな場所だったのか、それともある時期からそんな風になっていったのかと、そこを調べようと。で結論を言ってしまうと、それはですねカンボジア側がそうしたというよりはやはりそのフランスの植民地になって遺跡の扱い方が変わってくると、どうもそうじゃないかというふうに思うわけです。もう少しすみません、もう少し写真が続きますが、先ほどのアンコールワットの中に入るとこれがその日本の税金使って JSA がやった作業ですね。こうして遺跡をばらしてで私たちがやってますよと、どのタイムもこうやって看板を立てて宣伝するわけですね。でその一方で、アンコールワットの中央に入るとここ10年ぐらいの間にどんどん崩壊が進んでいます。ですからまっすぐこう上がっていけないと。94年に初めて行った時はこのまっすぐ一番上まで行けたんですが、今はちょっと難しくなっています。というのはここの中央の塔の正面ですね、一番目立つところが、壊れて、でまあカンボジア側がこれ木で応急処置をしたんですが、しばらく一番上まで上がれませんでした。でその後今、イタリアの隊がまたここ入ってると思うんですが、一度期に、何十人か整理券を配って出ないと危険であると、で裏側から登ってくださいというふうになっていると思います。ですからまあこれもそうですね、手前の方で上智と早稲田が喧嘩しながら直してるその奥で一番大事なところが壊れていくという場面です。それからアンコールワットだけでなくてその周りにたくさん遺跡があるので、まあ、
アンコール遺跡だとかアンコール遺跡群という言い方、今日お配りしたプリントでも使ってると思うんですが、そのうちの、またもう一個有名なのが、少し北に行ったアンコールトムというかつてのその都です。で、町の中心もやはりお寺があって、で、これはですね、まあこちらは先ほどのアンコールワットはヒンドゥー教の、ビシュヌという神様に捧げたお寺ですが、一方でこれはその仏教ですね、大乗仏教、つまり日本やなんかの東アジアと似たタイプの仏教の遺跡なので、これはまあ観音様だろうと言われてますが、こうした顔があることで有名と。それからやはりその彫刻がぐるっと回廊廊下に掘ってあると。普通はここを見るわけですが、まあ私はだんだんその最初の第一印象からしてお話ししたようなことだったので、ちょっとこうまあもともとそのひねくれてるというところはあると思うんですけども、違ったものがどうしても目に入ってくると。でここもやはりその早稲田の隊がこうした大きな重機を持ち込んで作業してるわけですね。でそうすると2000年にまた行くと1個もうすでに治ってたと。やはり向こうはお金がありますから、仕事が早いということです。で白っぽいところは新しく石を外から持ってきて、で使えるものは使いましょうということだと思うんですが、はい、こうした形で、修復が進み、さらに2006年に行くとまた別の箇所、JSA が JASA に名前変えてますが、まあ、同じタイです。で、まあ、こうした形で、まあ、競うようにその各国あるいは日本からも2つがその遺跡に関わるということで、どうも何とも政治的な場であるなと。でそれじゃあそれはいつからかという話ですね。で先ほどちらっとそのすみません写真と前後しましたが、結局フランスがここを植民地化してフランス人が遺跡を扱うようになったからではないかというのが、まあ多少その資料を集めたり本を読んだりする中で見えてきたということです。でそうした観点から、しかしそのカンボジアのことあるいはアンコール遺跡のことを研究しているものというのはその90年代の当時なかったので、これは新しいことができるかもしれないと。何かしらやはり新しいことをやらないと研究にならないですから、人が言ってることの受け売りでは研究にはならないので、ひねくれてるという性格はかなり大事なわけですね。研究者としては他の人の違うことを見つけ出すと、で他の人と違うことを言うというためには、で、結果的にそういう性格だったのは、まあ、こうして今でも大学の教師をやってられるというのに生きてるとは思うんですが、ではじゃあそのフランスがやったことを調べてみようということを考えました。でそうするとですね、まあ、幸いなことにこれプノンペンにあるカンボジア国立公文書館という場所ですが、これがですね97年の末ぐらいからある日突然公開されるようになったと。でもともとこれもちょっと独特のデザインですが、植民地時代の建物です。でフランスがこれを建てて、ここに当時 の, その役所の手紙だとか政府が出した出版物だとかそういう資料を収めてあったと。でその後、カンボジアは独立するわけですが、1953年に独立してからも公開されてませんでした。つまりその手つかずの資料が残ってると。で、ね、そこにですねトヨタ財団やなんかが中心でお金がついて、研究者にも使ってもらっていいですよというふうに突然資料公開が進んだんですよね。とすると何かできるかもしれないということで、よし植民地時代を調べてみようということを始めます。でそうするとですね、例えばまあすごく一番わかりやすい例はこうしたものかなと、絵やなんかかなと思います。実際にはそのフランス語の役所の手紙だとか現地のクメール語の手紙だとかそういうものを一生懸命普段は読んでるわけですが、まあ、それご覧いただいてもこの場ではということがあるので、分かりやすい例で言うと、例えばお札ですね。当時植民地時代フランス領インド支那あるいは仏印と日本だと昔言ってましたが、今のカンボジアの他にベトナムとラオス3カ国ですね、ここがフランスの領土で、そこで流通していたそのピアストルというお金です。で上は全部フランス語が書いてあるんですが、下にそのこれはポイントはこうですかね、ここにベトナム語があり、こっち側にそのクメール語があり、
あとは街中で商売やってる人はやはり中国からの移民が多いので、まあ、中国語の表記があり、そして真ん中に先ほどのバイオンの四面と四つの面の塔というふうに書きますが、それが描かれていると。でその他も全てアンコールワットもしくはバイオンが描かれているというお札がずっと、90年間ぐらい植民地時代が続くんですが、こういった形で描かれているということですね。でそうすると、まあ、お札に何を描くかっていうのは非常に政治的な判断なわけで、でこれはですね、やはりそのカンボジアだけではないですよね。ベトナムやラオスも含めたインドシナ全体で流通するお札にこうしたものが描かれ、それが必ずアンコール遺跡であるということは、やはりそのフランスの遺跡に対する関わり方っていうのはカンボジアだけでなくて、もうインドシナっていう植民地支配全体を宣伝するためのものであると、どうもそう言えるんじゃないかということです。で、ここちょっと別の話ですね。とすると資料も出てきたし、どういう視点から見ればいいかというのは分かってきたと。よし、これをやるぞということで、じゃあ実際にどういう人たちが変わってきたかというのがだんだん研究テーマになっていくわけですが、そうするとですね、じゃあフランスの関わり方はいいのかどうなのかということが気になってくるわけです。で、2ページ目に、進みたいと思いますが、まず、ここに書いたのはその2の1番というのは、まあ、教科書やガイドブックでも必ず出てくるそのアンコールの王朝、場所に都を開いたのは誰だだとかですね、それからアンコールトムやアンコールワットを建てたのは誰だという話で、なんだかよくわからないカタカナが並ぶということで、高校の世界史やなんかでもこれカンボジアだけでなくて東南アジア各地そうなんですが、まあ高校の先生たちにとっても生徒たちにとっても鬼門と呼ばれるところですね。授業の時間は少ない割にやたらと覚えにくいと。で、今日ももちろん覚えていただく必要はありません。テストも何もないですし。で、こんなものはだから見ればわかるわけですよ。ガイドブックやなんかはね。で、それよりはむしろ遺跡をどう捉えるかと、他の見方もあるということのがはるかに大事だろうということなんで、ちょっとここはもう飛ばしたいと思います。で、それよりはですね、まあ我々は今普通観光地として行くわけですが、でも他の側面もあるということですね。もともとお寺なわけですから宗教という側面がまずある。でそして先ほど言ったように政治だったり、そして観光というのは現地から見れば経済ですから、我々が見てる以外の側面っていうのがやはり遺跡には多々あるということを理解するというのが、まあ強国際理解ということなので、その一歩かなということです。でこれはですね、鎖国になる直前に日本から行った、森本右近太夫という人のが一番有名なんですが、落書きが残ってます。で今、遺跡に落書きをすると犯罪ですから遺跡保存警察っていうのが飛んできて逮捕されますが、やはりその数百年前の落書きは歴史の資料になるわけですね。で墨で書いてあったのでかなりきれいに残ってて読めたと。でただしこれも、その後ポルポト時代に遺跡に誰も入れなくなった時に上からペンキかなんかでさらに消されてしまっているということで、今では現地でちょっと読むことがほとんど見えない、読めないと。まあでももうすでに研究は進んでいるので何が書いてあるかは分かると。でそうするとですね、当時の日本人17世紀の前半ぐらいの日本人というのもここをその宗教の場として巡礼の場として訪れていたということが分かってきます。そしてこれはその先ほどとは別の人なんですが、水戸藩かなんかに残ってたらしいですね。アンコールワットなんですね、明らかにね。でその図面を書いて、で祇園精舎だと言ってるわけです。だから祇園精舎というのはまあインドにあるとされた仏教の聖地ですかね。ですがそれがカンボジアにあったという話ですね。だからお参りに行ってるわけですよね、観光ではなくてね。で当然だからアンコールワットやなんかを建てた時代っていうのはそれは信仰の対象としてお寺が建ってる。でもそこで終わりではなくて、ここはその都として機能していた時代っていうのは結局15世紀1431か32年までで放棄されるわけです。でも宗教の場としての機能は続いていた。でさらに今でも続いています。
でこれはそのアンコールワットにあるヒンドゥー教のビシュヌっていう神様の像なんですが、現地の人たちにとっては別にヒンドゥー教だからありがたいのではなく、ちょっと書かせていただいた方がいいかと思うんですが、あのカンボジアの宗教をどう理解するかっていうと、学生向けには大抵こう箱を書いてですね、点線を引っ張ってこう3つに分けると、こういう図を書いて普段大学の授業で宗教の話してるんですが、もともと一番下があるわけですね。何があるかっていうと日本と同じです。精霊信仰とかって言い方をしますが、要するにその外からインドから何入ってきたとかではなくて、土着の神様に対する信仰というのはあると。つまり大きな山があったらきっとあそこには神様がいるかもしれないだとか、大きな木が生えていたらあれに神様が宿ってるかもしれないだとか、そういう考え方ですね。あるいはお化けが出るぞと、そういうもので含めてまず何かあるわけですよね。もともと宗教というのは必ず世界中どこにでもある。でそこにまずインドから大乗仏教、それからヒンドゥー教、この2つが入ってくると、だいたい今から2000年近く前、紀元後の2世紀3世紀と、2から3世紀と言われてますが入ってくる。でその結果、こちらに基づいてアンコールワットが建てられ、こっちに基づいて、アンコールトムの中のバイオンが建てられるわけですが、こっちがなくなるわけではないわけです。だから点線で描いたのはちょっと色を変えると、そのお互いに影響を与え合うわけですよね。こういうふうにで混ざっていく。でまずこういうことが起こります。でさらに三段構えにしているということはもう一個入ってきて、これはだいたい14世紀ぐらいから、ちょうど都がここの都が放棄されたぐらいから歴史が大きく変わっていって、カンボジアの中心がもっと南、今の首都のプノンペンに近い方に移ります。でそうした時代に今度上座仏教という、カンボジアよりはタイのお坊さんで、オレンジ色の衣を着た人たち、時々テレビに映ったりすると思いますが、そちらで見る機会、あろうかと思いますけれども、そうした東南アジアの仏教ですね、日本とはちょっと違う、こちらは同じなわけですが、それが入ってくる。でそうすると過去にあったものを駆逐するかというとそうではなくて、これとこれも混ざるし、これとこれも混ざると。で全体としてカンボジアの宗教っていうのがありますよという形になっていくわけです。でそうするとですね、ではあれは何なんだと、もともとはこのヒンドゥー教なわけですね。ヒンドゥー教のビシュヌという神様の像なんですが、地元の人たちは、これによくお参りをします。アンコールワットの中でも一番効き目があると。でここに願掛けをしたりするわけですね。だからこそこうやってお供え物がたくさん備えられていて、でじゃあビシュヌ神としてこれを、お参りしてるのかというとそうじゃないわけです。これはあくまでもこちらの神様のある特定のが乗り移る寄り代ですね。だからこっちをお参りしてるんだけども、旗目にはこっちを、お参りしてるように見えると。だからで混ざってるわけですから、どれだというふうにあんまり分けない方がいいということになります。でそれからですね、次はバイオの中の仏像、これはブッダなので、これは2種類のお参りの仕方が可能だと思います。何かがの寄り代になってる、それから大乗仏教のブッダでもなんだけれども、こっちになったってブッダですから、信仰の対象はこっちとしてお参りすることも可能ということですね。ですから信仰の場という側面は、今ここがその観光の対象になったり、あるいは政治の場になったとしても失われてはいないということです。で一番最近出たカンボジア関係の本だと、その三浦恵子さんの本、今年出た本というのを一応最後のページに参考文献ということで載せておきました。でこうした話ですね、こちらをかなり詳しく、精霊信仰の部分を詳しく扱っているので、日本語でもこうした地元の人にとって遺跡ってなんだというのがようやく読めるようになりました。で、ついでなので触れておくと、それ以外のものですね、私の本もうちょっと絶版なので、別府だとですね、
APU の図書館ってだいぶ市民の方に今年から以前よりも使いやすくどんどん開放しようというふうになっているので、うちの大学の図書館でもご覧いただけますし、あとは、大分だと県の図書館にも入ってたんじゃないかと思うんですが、私自身は先ほどから、お話ししているそのこの遺跡の政治性というのを、扱っています。私とあと一番最後の藤原貞夫さんの方もそうですね。でそれに対してその一番上の北川貴子さんの本というのは、先ほどの落書きの時代ですね、つまりアンコールワット、アンコールトムが都ではなくなったその直後の時代の歴史というのを扱っているので、だいぶまあ日本でも研究進んできたなと。でその理由はやはり内戦が終わって新しい研究ができるようになった、でそういう世代が出てきたということだと思います。でまあ話を戻すと、つまり宗教の場でありかつその宗教は何かとあまり分けない方がいいというのが実際の、現実なんですが、しかしですね、その政治性を帯びるということ、植民地支配を受けるということで扱いが変わってくるというふうになります。で日本人も言ってたし、その後はその中国語の落書きが増えますね、日本が鎖国してからはね。だから常にアンコールワットっていうのはお参りをする場だったわけですが、どうでしょうか皆さん、ジャングルにうずもれていたアンコールワットをフランス人が発見したという話、どっかでお聞きになってますか。そういうものだともしかすると今日まで思っておられたかもしれないですが、それは嘘でして、先ほどのこのアンリ・ムオーという人が発見したということになってるんですが、実際はそうではない。この人自身はまずその博物学者で、こうしたそのジャングルの探検やなんかをしたわけですね。1860年頃に、植民地化の直前です。ですから、この人の本の中ではこうした動物のイラストなんかの方がはるかに多くて、遺跡というのはちょこっとしか、まあ、扱われていない。でしかもよく読むと現地のガイドに連れられていったというふうに書いてある。ところがこの3年後1863年にフランスはカンボジアを植民地化します。そうするとこんなすごいものを見つけたぞっていうのは手柄なわけですよね。まずそれを宣伝したい。でさらにただ見つけただけではなくて、それをその後その保存するぞ、修復するぞ、研究するぞというのもやはりその植民地という政治の中で進められていくと。だから研究ってどのように考えな印象もしか分かりませんが、まあ今の時代我々はその研究だから中立的だなんていうふうには思っていません。研究っていうのはものすごく政治的なことで、まずこのカンボジアでアンコール遺跡やその歴史を研究するということ自体が政治です。やはりでそれを批判するっていうのも政治なので、上智にいてこれをやったというのはかなり僕は意識しているわけですね。つまりそのどっか外側の安全地帯から批判してもしょうがないと、一生懸命これをそのまあフランスのやり方をある意味受け継いで日本もやってきた、その上智でちょっとこれでいいのかっていう声を上げることに意味があるんじゃないかというふうなことを考えたりするわけですが、すみません話戻しますと、じゃあフランス人はどう関わってきたかっていうのの代表的なのがこのフランス極東学院というところです。1901年ですかね、こういう名前になるのが。で場所は、最初、サイゴン、現在のホーチミン市に置かれすぐ、ハノイというのがフランス領インドシナの、首都なので、今のベトナムの首都ですが、そこに置かれる。でこれができたことで本格的に20世紀に入ってから研究が進むようになります。でしかもですね、アンコール遺跡の場合はすぐにできたわけではなくて、ちょっとまた別の理由があったと。というのはですね、ここ首都プノンペンで、この辺ですね、シェムリアップとその北にアンコール遺跡群があり、あとはシソポンというのもちっちゃな町ですが、この辺の今ピンクになったカンボジアのまあ北西部というのは、この1907年までの段階では実は当時のシャム、現在のタイの領土でした。で領土っていうもの自体が今と同じ考え方としてはまずいんですが、19世紀の段階では国境っていうのはありません。
陸続きなので、大体この辺が勢力範囲ってことはありえます、うん、で王様がいてこっちにも王様がいて大体この辺と、こっちは味方ここから敵というのはあるんですが、そこに線を引っ張るっていうのは極めて新しい考え方ですよね。でしかも国境っていうのはあれある種のフィクションで、実際に陸路で国境を越えたこと何度もあるんですが、理屈の上では幅は限りなくゼロに近いわけですよね。というのは国境に幅があってはいけないですよね。だってどんなに細い線を引いたとしても、例えば1ミリの線を引いたとしても、その1ミリはどっちの領土だってことになってしまうので、ゼロとゼロでくっついてるっていう考え方ですよね。でそんなことは現実にありえないわけで、もう明らかにこれはその近代や現代が作り出したフィクションなわけですが、ところがそれで大揉めに揉めるということになるわけです。で誰がこれをここに持ってきたかといえばフランスです。フランスがそういう近代のその線で区切られた、でしかもその線の幅は限りなくゼロに近いっていう考え方を、まずフランス、それからタイの周りは、あとはイギリスの植民地になっていくので、フランスとイギリスが一気に持ち込む。でそうするとそのタイだけは植民地化されない。でもちょうど日本の明治時代ぐらいにタイの王様が一生懸命そういうことを勉強して同じように考えていくと。でその結果、このピンクのところは最初はシャムの領土だというふうに国境線が引かれます。でそれなりにやはり影響力が強かったわけですね。今よりもそのシャムの方が影響力が強かったんで、その線というある種フィクションを作り出そうということの時に、今とは違う形でカンボジアがあった。ところが全くこれも日本の明治と同じなんですが、不平等条約というのを結ばさせているわけです、シャムはね。でそれを改正してもらうというのの交換条件で、フランスはここのピンクの場所を手に入れるということになります。ですからそれが1907年、でそこで初めてフランスはアンコールワットを自分たちのものにして、で自分たちが研究をする、保存修復をするということが可能になっていくと。でちょうどその時期のその式典の絵なんかが後で出てきますが、それまでどうなってたかっていうと、実はそのシャムの側もやろうとはしてました、ある程度。ですから今バンコクに、バンコク水浸しですがもうすぐすると引くと思いますので、バンコクに観光で行くと、ワット・プラケオっていうその王宮の隣にあるかつての王宮寺院ですね、そこ必ず観光で行くと思うんですが、そこにアンコールワットの模型があります。それはやはり19世紀の末にラーマ4世って王様がアンコールワットは誰のものかっていう話になってきて、で模型を作ったということですね。でただしですね、当時のシャムはそんなに急に保存修復だ研究だということはできない。でじゃあ誰がいたかっていうと、ここちょっと拡大するとお坊さんらしき人物がいると。その奥の小屋にどうもお坊さんが住んでるわけですね。でこのお坊さんはどの宗教かっていうと、この上座仏教のお坊さんです。だけどもどの宗教かにかかわらず、ここは聖地であり宗教の場なわけですから、お坊さんが管理してるわけですね。どうもこれ右手にほうきみたいなものを持ってると僕には見えるんですが、掃除しないとですね、ここですね、初めて94年に行った時はコウモリが上に住み着いてて、コウモリの糞でものすごくアンモニア臭がきつかったんですけども、やはり掃除が必要なわけです。それから誰か来たら案内するということですね。ですからこっちなわけですけれども、これフランスのものになってみると、こんな遺跡のすぐ近くに関係ないものを建てられたら邪魔だということになるわけですね。研究のためにも観光開発のためにも。で、結果3ページ目の、一番上のあたりですかね、シソワット王という当時のカンボジアの王様が言ったのに加え、インドシナ総督というフランス領インドシナの一番偉い役人がここに行き、でお坊さんたちにいくらか立ち退き料を払って、でちょっと遠くに行ってもらうということをやります。でつまりはですね、フランス側の政策としては、この赤で書いた方、これ全部がカンボジアの宗教だよっていうふうには考えられない、認められない、理解できない。アンコールワットっていうのはこれであると、バイヨンっていうのはこれであると、だからこの青で書いたこれだけにしたいということですよね。そういう理解の仕方になるわけです。で
その後もこういうものの見方っていうのはちょっと影響を与えていくと思います。ある意味現代までっていうのは、観光で行ってこっちの話こっちの話あんまりしてくれませんよね。ガイドさんやなんかもね、ガイドブックにも書いてない。ようやくこの最近我々の世代、この90年代から入れるようになって、ようやく本やなんかが出せるようになって日本語でも読めるようになってきた。でもまだまだ一般の人にそれを伝えていくっていうのはこれからの仕事だなというふうに思ってるわけですが、とするとそれ以前にフランスが作り出しかつ日本も受け入れてきたようなこの見方ですね、現地の人にとってどうだろうじゃなくて、こここそがアンコールワットであるっていう見方はまだまだ根強いんだと思います。でしかもそれがこうしたフランス極東学院だとかっていう学術機関によって学問の装いをまとって、流布していると。でそれをその学問やるために、これちょっと見にくいんですが、遺跡にこうしたその石にですね、入ってすぐの柱とかに多いんですが、文字が刻まれてます。でここにその何年に建てましたとか、どの王様が建てました、王様の家系図、それからどの神様に捧げましたというのが書いてあるので研究が進むわけですが、現地の人は当時もうこれは読めないわけですね。昔の字で書いてあって、我々が非常に達筆で崩した古い日本語の文章を簡単には読めないと同じように、やはり古いものっていうのは読めない。で、この2人、非常に有名なフランス人の研究者ですが、こうしたフランス人がこれを読んでいくと。でだから、現地の人たちにも読めない、分からない当時の歴史というのを我々が再現してやるんだと、復元してやるんだという話になっていくわけです。でそうするとですね、どういう歴史になるかというよりは、どういう歴史観になるかということかと思います。実際の歴史がどうだったかというのはちょっと別に考えた方がいいので、これはあくまでもフランス人が描き出したカンボジアの歴史に対する見方ですね。すごくちょっと大雑把に言ってしまうと、まずここですね、ここでありここの青の部分、これを理想化するわけです。こここそが素晴らしい時代だったと。なぜならアンコールワットのようなすごいものを作れた。だからこの時代のカンボジアはある意味ピーク、黄金時代であると。でそれと比べると、ここのその14世紀ぐらい、14世紀とかでいきましょうか、14世紀にこの上座仏教を受け入れてから、そして15世紀にアンコールの都を放棄してからっていうのは下り坂であると。なぜなら、さっきピンク色のところが一度はシャムの影響下にあったように、隣のシャム、それから東隣のベトナムにどん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 領土を取られていって、カンボジアはちっちゃくなり弱くなっていったと。だからこの時代は衰退の時代だったんだという歴史観ですね。実際に衰退してたかどうかは別です。多分してない。なぜならば一生懸命ああやって日本人もお参りに行き、タイのアユタヤって水浸しになったところが有名ですが、カンボジアにも日本人町があります。アユタヤにもありますが、だから鎖国になる直前まで日本とも一生懸命貿易をし、その後は中国からの落書きがあるように、都は昔とその後では違うけれども別の国のあり方があったはずで、こう下り坂で書くっていうのは明らかに問題で、それが先ほど言ったその北川貴子さんの本やなんかがその問題意識で書かれてるんですが、あくまでもだからこれは歴史でなく歴史観ですね。でもこういうものを作り出す。でなんでかっていうと、この栄光を取り戻すのは我々フランス人であると、ここからまた上り坂にしたいからですよね。そういう宣伝をしたいからということになります。でこれが植民地の時代で終わりだったら、そんなにまあもう昔のことだしでいいんですが、これをカンボジア側が取り込んでしまうわけです。っていうのはですね、例えばですね、これ昔の雑誌マイクロフィルムで残ってるのをちょっとプリントアウトしてきたんですが、右側の表紙ちょっとローマ字で書いてありますが、本文は全部その現地のクメール語、クメール文字です。でこれをつらつらと読んでいると、一生懸命先ほど出てきたフランス人の研究者が書いた論文やなんかを現地の言葉に翻訳してるわけですよね。でですからこうしたものを通じて、さっきの歴史観っていうのがカンボジアの人にも影響を与えてしまうということになります。でそれからさらにもっと、影響が大きいかなというのは、雑誌のほかに、すいません、こうしたやっぱりその教育ですね。教育も1920年代ぐらいからようやく本格化して、
で、一握りのエリート育てるためのフランス語の教育と、それからもっと農民やなんかに広く、小学校3年まででいいから学校行きなさいというクメール語の教育と両方あるんですが、これはまあその先生に配る雑誌です。教科書が足りなかったりなかったりするので、こうしたものがさっきあの3階建ての建物でできたカンボジアの国立公文書館というところに残ってたので、それもまた暑い中一生懸命読んで、こういう話につなげているんですが、歴史の授業というのがあるわけですよね。それもやはりそのフランス人が書いた歴史観というのの、まあ、ある種受け売りということになります。で、それからですね、ちょっとプリントに載せるの忘れたんですが、新聞ですね、これはね1930年代40年代に出てた新聞で、こうしたものもやはりそのフランス語で教育を受けた人たちがやはり初めて、でこれはクメル語の新聞なんですけども、書いてるのはその当時のエリートです。で、ながらワッタとローマ字で上の方にタイトルがついてますが、これつまりアンコールワットという意味です。それをパーリー語っていうそのインドの古い言葉で読み方を変えるとながらワッタというふうになるんですが、まず新聞のタイトルから分かる通り、さっきのこれですね、このアンコールワットやなんかを建てた時代こそが我々の栄光時代であるというふうになるわけです。今度はカンボジア、さっきのフランス人はカンボジアの栄光時代、黄金時代であるということだったわけですが、カンボジアの人たちがそれを受け入れてたわけですから、こここそが我々の黄金時代であり、アンコールワットこそが我々の文化の象徴であるというふうになりますね。で、そうすると衰退っていう見方も受け入れてしまうとなると、その時に領土を取っていったシャム、現在のタイ、それからベトナムニクシという隣の国との、なんて言うんでしょう、隣の国に対する反感みたいなものもカンボジアのナショナリズムに取り込まれていってしまうということになります。で、実際この新聞はそうした形で、当時のカンボジアっていうのはですね、なかなかそのやっぱりフランス語のできる人材が足りない、フランスはそんなに本腰を入れてカンボジアで教育をしない、むしろベトナムの方がもともと中国の影響が強くて、科挙の試験ですねやなんかもあったりするので、教育熱は高い社会ですから、そこの方がはるかに人口も多いし、フランス語教育をやったら先に進むだろうということで、一生懸命ベトナム人を育てるわけですね。で、そうした人たちがベトナム国内だけでなくてカンボジア、ラオスにも職を求めてやってきて役人をしていると。役所の中ではフランス語さえできればいいですから、で雇われている、下級管理として。で、それに対してカンボジアのそういうエリートがようやく出てきた時に、ついでにカンボジアのナショナリズムっていうのも出来上がってきて、でベトナム人がやって役所でポストを独占してるから我々クメール人が伸びないんだというような形で、今度こうした新聞の論説やなんかでもベトナム批判を始めたりするということになっていきます。で、その後はですね、この新聞1936年から出るんですが、4年後ですか、1940年に、東南アジアの戦争の時代に入ります。当時、まあ、日本でいうと昔は太平洋戦争と言いましたが、最近アジア太平洋戦争と言いますね。アジアと日本の戦争というのも考えなきゃいけないの で、それにタイが乗っかったわけですね。これシャムって書いてありますが、もうこの段階でちょうど40年頃にタイっていうふうに国の名前を変えて、で当時ピブンという首相ですが、日本側と同じ枢軸国側で一度アメリカとイギリスにも宣戦布告をします、タイは。で、なんでやったかっていうと、さっきのピンク色の数です。あそこはあくまで勢力圏でシャムのものだったわけですが、国境を引いて領土だっていう考え方がタイ側にも入ってくると、あれをフランスに取られたっていうことになりますね。失地回復だという話になってしまう。で、そのチャンスだと、日本の力も借りてここで戦争を仕掛けるぞと言って、実際にこの、濃い斜めの線で書いたところをカンボジアとラオスですねの一部をフランスから取り上げるわけですね。フランス領インドシナとタイの間で戦争があって、で それを日本が仲介して、また国境線の引き直しが実は1940年にあったと。そうするとカンボジアからするとまた取られたということになって、失地だとなって、で、40年頃からのこの新聞には、今度はそのベトナムだけじゃなくてタイはこんなにひどいっていう話が初めてカンボジアのメディアに載ると。
で今カンボジアの人に聞くとベトナムとタイとのベトナムやタイとの関係どうですかっていうと、いや昔からねと、それはもう20世紀に始まったことじゃなくて19世紀も18世紀も17世紀もずっとあいつらは悪いやつだって話になるんですが、そんなことは言ってないわけですよ。今まで突然1930年代40年代から言い出すわけです。それがあのつまりナショナリズムの成立ということだと思います。なので、カンボジアのナショナリズムの特徴は何ですかって聞かれた場合の僕のなりの答えは、ナショナリズムの一般の特徴はもちろんなんですけども、他にそのアンコールは素晴らしいということですね。それは遺跡であり、その歴史であり、その時代の王様であり、それから2番目がベトナム憎しで、3番目がタイ憎し、この3つの組み合わせかなというふうに思います。というのは独立後もそうでして、これ53年に独立した最初の時の国旗です。真ん中にアンコールワットが描かれていると。で当時のお札っていうのもやっぱりこうしてアンコールワットだったりバイオンだったりっていうのを描き、それから独立を記念して建てられた塔、各地にありますが、こうしてそのアンコール遺跡を模したものをどんどん建てていくというふうになります。で歴史観に関しても先ほどのあの線ですね、アンコール時代こそが我々の栄光の時代、黄金時代であり、その後は衰退であり、それを取り戻すのがこの独立後の我々であるという歴史観になっていくわけですね。じゃあ植民地時代何があったんですか。いや別にそれは大したことないよという歴史観になっていく。でところがですね、これ独立してからはそのシハヌックっていうあの前まで王様やってた人物が率いたんですが、追い出されてしまいます。いろいろ経済政策に失敗したり、アメリカとの関係があったりして、で1970年にそのアメリカべったりの政権ができる、ロンノル政権という言い方をします。国の名前としてはクメール共和国で、政権としてはですね、そのアメリカべったり、アメリカの援助で、まあ、ある意味かなり腐敗していく。それからもうその前の時代から地下にはゲリラがいて、いわゆる後のそのポルポト派、クメールルージュですね。でそれと追い出されたシハヌックが結びつくので70年から内戦が始まるという時代なんですが、当時の国旗も やはりアンコールワットが描かれていると。でその後、5年間の内戦が続き、先ほど冒頭でお話ししたポルポト時代、都市から町から全員人間を追い出しという時代になるんですが、この時代の国旗もやはり真ん中にアンコールワットと。でお札はですね使いません。経済を否定するので、貨幣経済自体を否定するので、全員農民だから金なんかいらないだろうという時代になりますから、使わないんですが、実は最初からどうもそうやろうとしてたわけではないらしく、試し刷りみたいなのが残ってて、売られてました。最近でも売ってますが偽物が多いですね。ちょっとね、前はこれはおそらく、私が買ってきたのは本物だと思うんですが、こうした形で、まあ、社会主義共産主義の政権なので人々が労働している場面プラスアンコール遺跡ということですね。でその後ですね、中でその粛清やなんかがひどくなって、で今首相をやってるフンセンっていうのは実はそのポルポト派の中堅幹部だったわけですね。でそうした人たちがこのまま国にいたら殺されるというのでベトナムに逃げる。そしてベトナム軍の支援を受けて79年に戻ってきてポルポタを追い出すということになります。でそこでできた政権、カンプチア人民共和国、それから、冷戦がようやく終わる、和平も進めなきゃというので社会主義の看板を下ろした89年からのカンボジア国、いずれもアンコールワットを書いていると。で歴史観も基本的にあのアンコール時代こそが黄金の時代であるというのをどんどん踏襲していくということになります。で93年、冒頭でお話ししたようやく和平が成立してまた王国に戻りましたと。で、53年から70年までの国旗に戻ったわけですが、ということはつまりまたアンコールワットということですね。で、最近のお札っていうのも必ずアンコール遺跡が書いてあるわけで、その植民地時代に作り出されたそのものの見方ですよね。アンコール遺跡、アンコール時代を理想化するような見方っていうのがやっぱり今にまでずっと続いているということになります。この時も選挙でして、やはりカンボジアはこれはですね、タイの女優さんがアンコールワットはタイのものだと言ったらしいという噂がカンボジアで流れ、
で、フン・センがそれをまた選挙に利用して、そのナショナリズムの中の、アンコールは素晴らしいという要素と、タイは憎いっていう要素を利用して票を稼ごうとした。で、その結果、人々が街に出て最終的に暴徒化して、タイの大使館やタイ系の企業を焼き打ちにしたっていう事件です。で、この時はカンボジア側はもう巨額の賠償金をタイに払わなきゃいけなかったので、失敗だなということなんですが、その5年後2008年は、選挙ももう勝ちましたし、それからもともと遺跡はどっちのものだっていうのは裁判で結果が出てますから、どこまでタイ側にプレッシャーをかけたとしてもカンボジアは負けるはずがないというので、今度はよし勝ったぞというふうに思ってるようなんですけどもね。いずれにしても非常に政治的にこの2000年代に入ってからも遺跡は扱われているということになります。で、少々ご質問などいただく時間を作るべきだということなので、まとめに入りたいと思うんですが、5ページ目にいくつかちょっと、書いておきました。結局ですね、普通はこれがアンコール時代の歴史ですというふうにガイドさんやなんかは説明してくれると、それからその遺跡はロマンっていう番組でもそういうふうに言うわけですが、まあそれはそれで歴史なんですけれども、なんとかバルマンという王様がどうしましたこうしましたと、そこが問題ではないですよね。結局ね、やはりね、それで終わりではないので、その後どうなったと。で、一つには実際現地の人たちにとってはこんな青のところだけじゃなくて、この赤い方、今でも信仰の場だよっていうのは尊重してあげなければいけないということが一つで、その一方でこうした歴史の見方ですね、実際の歴史がその衰退とかではないはずなんですが、こういう歴史観を作り出し、それがカンボジアの人たちにも影響をある程度与えていると。で、さらにこうした形で選挙やなんかの時に政治的に利用されているというところですね。ですから1行目に書いた、これヒストリーの問題ではなくて、英語だとヒストリオグラフィーって言いますが、歴史そのものではなく歴史をどう書くか、まずそして歴史をどう教育し、どういう歴史観が作られるかっていう、そっちの問題を扱わないと、結局こうした問題、遺跡にせよ歴史にせよ分からないということになると思います。で、それはカンボジアに限ったことではなくて、例えば東アジアで起きている、日本の教科書に対して韓国が文句を言う、中国が文句を言うっていうのは、いわゆる歴史教科書問題っていうのは我々の方がもっと身近にあるわけですから、それも同じことで、あれなんて問題になるかっていうと、お互いにどっかに一個だけ正しい歴史があって、どっちが正しいって言い合いをしてるからですよね。でもそもそもそういうものではないんじゃないかと、いろんな書き方があり、しかもそれをナショナリズムやなんかと結びついて、自分の国にとって都合のいい歴史しか自分の国では書かないから、でお互いにそれをやるからこういうことになるということかと思います。っていうのはですね、そもそも歴史学っていうのがやはり中立なものではなくて、国民の歴史を書こうと、あるいは植民地を正当化する歴史を書こうと政治的に話を進めてきた。で、その影響を我々は未だに受けているというところが原因かなということです。で、まず歴史がそうです。それから今のユネスコの世界遺産登録の問題はやはり同じようにその国民というものとつながっていて、どっちの国民の文化なのだっていう喧嘩をしているわけですよね。どっちでもいいじゃないかと、みんなのものだと思えればいいんだけども、実際はそうなってない。で、ユネスコ世界遺産って理念としては人類の宝って言ってますが、実際はそうではなくて、どっかの国しかあれ申請できないですから、当然私の国の国民文化を認めてくださいっていうのがユネスコの世界遺産登録であって、カンボジアとタイが両方のものですよっていうふうに申請しますってことは認めてないわけですよ。とするとこういう喧嘩も起きます。で、実際他でも中国と韓国、北朝鮮の間で航空の遺跡っていうのがこれより先に喧嘩してます。で、ユネスコは全然それで勉強してないんですが、結果的にこのあと3年間、今今年に入ってタイが選挙をやってタクシン派に戻ったんで、ちょっとカンボジアとタイ仲良くなりましたが、3年間ずっとこれで揉めてたということですね。とするとですね、まず1個、その今日はそのロマンの裏側というタイトルをつけて、現場に行って見えてくる現実は少し違うかもしれませんという話をしました。で、その一つがまず、この赤い方、普段この青い方でしか僕らは遺跡を考えない、そしてカンボジアの人たちでもガイドさんやなんかはこういうこっちで青い方で説明してしまうと、でも実際はそれだけではないかもしれないということが一つですね。
でもう一つはそのやはりカンボジアの人もこれをの影響を受けているので、国際理解と一口に言った時に果たして理解できてないのは我々だけなのかと、カンボジアの人だって理解できてないかもしれないというところまで踏み込んで考えないと本当にカンボジアを理解したことにはならないんじゃないかという、かなり難しいんですが、でもようやくカンボジアに関しても今日ご紹介したように日本人でちょうどこれみんな私と同世代の他の研究者も同じような問題意識を持って日本語でも今までにないカンボジアの見方というのが紹介されるようになってきたので、少しずつはお伝えできるようになってきたかなというふうに思っています。